幸せよりもいいものってあると思いますか？あ、これ難しいテーマですね。素直に答えるとないなんですよ。結局人間の最終目標って幸せになることだろうと、まあ、僕は思ってるので、ただそれを認めてしまうと最善の人生の送り方ってすごい薬をやっていい気持ちになって山奥でなんか謎のコミューンみたいなもの作ってヒッピーみたいな感じで共同生活を送って、まあ、その日暮らしですよね。すごい飯食って気まぐれに寝て気まぐれにセックスしてっていうのが、まあ、理想の生活であるということになってしまうと思うんですよね。僕そういう人の人たちすごい幸せだと思うんですよ。だからなんか結局幸せってその脳内物質なんで、幸せを感じるホルモンが出てればまあ幸せなんで、まあ、彼らが幸せなんだろうなと思いつつ、僕はね全然羨ましくないんですよね。で、なんで羨ましくないのかっていう話を考えると、僕は何かを作りたいんですよ。なんか世界を前に進めたみたいな自負がちょっと欲しくて、それがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。だから僕はいろんなもの作るんですよ。こうやってライブ配信するのもそうだし、ノート書きますとかもそうだし、まあ、ぶっちゃけこれやらなくてもいいんですよ。今ノートで割と食えるぐらいのお金にはなってて、他は割と余計なことなんですよね。その YouTube ちょっと一生懸命やってみようかなみたいな、ゆる言語学ラジオ始めてみようかなみたいな、ちょっと余計なことっちゃ余計なことなんですけど、まあ、それもね後々お金になるかもっていうのももちろんありますし、それ以上にやっぱりなんか作ってるのすごい楽しいんですよ。それは好きなので一生やってたいって思ってますね。創作なんかコンテンツ作りは好きなんで一生やってます。創作って世界を進めるの簡単なんですよ。簡単っていうとちょっとまあ語弊がありますけど、アカデミックの世界に比べて創作はねやられてないことがいっぱいあるんですよね。学問知識、アカデミックな知識を使ってなんかしょうもないインフルエンサーとかをバカにするみたいなところも結局あんまりやられてなかった領域なんで、まあ、僕はそこをやっていて、まあ、だからね偉そうに聞こえるかもしれないんですけど、世界を進めてる感覚はあるんですよ。まあ、進んでるっていい方に進んでるのかどうかわかんないですけど、少なくとも裾野は広がっている、新しい領域は開拓してると思ってます。それが僕の創作の喜びだし、幸せより優先度高いかもしれないですね。それはもちろん両立できてるっていうのがあるんですけど、まあのでね、幸せよりいいものってあると思いますかは、まあ、一面一つの方向で言ったらないっていうのが回答で、幸せじゃないと人は生きてるの辛いんで、それはやっぱまず担保されてなきゃいけないよね、ある程度はと思ってます。それは一番大事だと思います。で、ただじゃあ山奥で三大欲求満たして薬やって暮らしてたらいいのかって言ったら、そんなことはないと思っていて、なぜなら僕はその創作とかで世界をちょっと前に進めている、そういう喜びですね。まあ、だからなんかマズローのピラミッドで言ったら上の方みたいなことですよね、をやる喜びはあって、今その個体としての脳内ホルモンとしての幸せと、その前に進めているピラミッドの上の方の喜びを両立できている、それが僕にとって今ベストな暮らしなんで、幸せの土台の上にその創作の喜びっていうのはあるかもしれないです。だから幸せがある程度担保されているのは最低条件なんだけど、もう一個なんか乗っかってるよと、幸せのとパラメーターを最大化することが人生の目標ではないと思いますというのが回答ですね。長くなっちゃってすいません。そんな感じです。